ちは。こんにちは。こんにちは。はい、今回ですね、はい、豊さん の、 あの現役時代、打席入る時 の、 あのヘルメットあるじゃないですか。耳なしでしたか。耳なし。耳なしでしょ。耳なし。危ないですね。ここだけですよね。ここだけ。ここだけ。あ、ここだけのね。ちょうど俺が入った年ぐらいに、はい、あの危険防止で耳をつけろって言ってたんだよね。はいはい、俺が2年目の時かな、はい。で、今まで耳なしでやってるか、はい、やってる人は免除されたんだよ。急にここぐらいあるとさ、気になって打てないとかさ、はい、そういう理由があって、はい、だから選べたんだよね。あ、どっちに、どっちでもいいよみたいな。そうそうそう。で、大長島さんってさ、はい、もう、まあ昔の人って耳がないじゃない、はい、普通に、はいはい、でも大長島さんに憧れて、まあ、野球やってるから、はい、それとやっぱここに当たるようだったらダメだと思ってたから、はい、反射的にね、はい、打てないと思ってたから、はい、まあ緊張感を持たすためにも耳がない方が良かった俺はね。へー、なるほど。そうそうそう、緊張感ですね。それと夏場になってくるとさ、かぶってて耳があったりとかすると、はい、耳に垂れてくるんだよね、このなんかこうダラッとしたやつ、はい、汗が、汗がそれがなんかこうくすぐったくてさ、はい、かわいいっす。これでこれでダメですか。感じるタイプなの。耳が敏感というか性感帯が耳が、そうなんです、はい、だからちょっと嫌だった。耳があの垂れてくる。なるほど。耳が垂れてくる。敏感だったから汗が垂れてくる。汗です。あの今あのプロ野球界、はい、耳ヘルメット知ってます？ こういうやつ。あ、ちょっと、はい、ちょっと待って、その知ってますっていうのにすごい違和感がある。知ってます、ね、俺お前より見てるから、ね、はい、一番現場にいる人だから、はい、それは知ってるんだよ。知ってますよ。知ってます。あれがだからどうなんだろうとか、あそこまで いるのかっていう。まず一、はい、つは危険性を回避することはあるよね、まあ、ここだけじゃなくて、ここだけじゃなくてこういうところ、はい、でこれは、まあ、まだちょっと正確に聞いたことはないんだけど、はい、まあ人それぞれ効果ってあると思う、はい、だからおそらくここにあると全体を見るよりもこっからの視覚でボールを追ってるというか、はい、なるほどね。あ、ここを狭くして、はい、そしたらここの口元ぐらいにあるっていうのは低めは見えなくなるよね、はい、ブラインドになる、はい、これが、はい、ということはボール球に低めのボール球を追っかけないという効果があるっていうふうには聞いたけど、やっぱあるんですね、それ、うん、だからやっぱ危険度っていうのは顔にはそんなにないよね。顔に当たるプロ野球選手ってそんなにないよ。まあ、避けますから、ね、うん、ただ万が一当たった時に、はい、あるのとないのとは全然違うもんね。そうですね。まあ今いろんなボール投げるじゃん、はい、落ちる系のボール、はいはいはい、まあ沈む系のボールもたくさんあるよね、はい、だからそれを追っかけないためにここに入れといて、はい、追っかけないようにする。振りに行ったらボールが消えるとかさ、ここのあれで。だからそういうのはちょっと聞いたことがあるんだけどさ、今度ちゃんと取材しとくわね。ああ、まあ、確かに現地の、いや現地の声。ただそういうことは書いてある、うん、はい、最初バレンティン選手がずっとこういうのやってたよね。丸選手もやってた。最近だって丸選手が、柳田選手もなんかバレンティンやってるのはさ、はい、なんか別に効果があるようには感じなかったよね。そうですね。低めブリブリ振ってたから確かにね。なんやそれみたいな。まあ人によって違うよね、その効果っていうのは。必ずだから本当にここで見るのか、首をこうやって見たら全体が見えるわけで、でもこうやって振りに行って顔がぶれなかったらさ、もう視線から消えるボールっていうのはもうボールだみたいなさ、まあそういうことでやっぱこう一つの、まあ、まあボーリングでいうスパットっていうのは、ね、あの三角形のなんかあるじゃん、ここを通せばいい、中心の、はいはいはい、ああいう目印だから、目印みたいなのがここについてるっていう風な考え方でいいと思う。なるほど、なるほど。理にかなってはいるってことですね、うん、しっかり。この話したっけ。なんすか、わかんないですけど、例えばアメリカンフットボールの監督だとか、はい、バレーの監督だとか、はい、サッカーの監督だとか、はい、なんでもいいんだけど、はい、選手と同じユニフォーム着てないでしょ。ああ、着てないっすね。野球だけじゃない着てんの。そうっすね。なんでかわかる。これは伝統が残ってんだよ。伝統、うん、昔さ、野球が始まった時っていうのは21点取らないとダメだったの、終われなかったの。え、あ、だから9イニングって決まってなかったの。イニングじゃなかったの。イニングじゃないんだ、はいはい、だから選手が足りなくなるんだよ、はい、もうあっち行きたいこっち行きたいって言い出して、はい、で選手、監督も含めてプレーイングだったの、プレーイングマネージャーだった。なるほど、なるほど。だから自分もプレーするためにユニフォーム着てたの。
その伝統が残ってる。簡単に言えばね。そうなんですね。だからそういう伝統があって野球の監督とかコーチは同じユニフォームを着てる。へえ、そういうことだ。でもそのルールとかいろいろ変わったけど、そうそう、だから21点がこれはもうちょっとさ、はい、これはあまりにも長すぎる、ね、すね、それが9イニングになって9イニングになって9イニングに落ち着いたんじゃない、はい、で9イニングの中で点数が多く取った方が勝ちという。これなんかもらってこれたりしないですか、このチャンネル用の。そうですね、その取材した時にね、これここだけ、ここだけ、ここだけ、でここを自分テープでつけるんで、いやいや、もうね、スポーツショップに行ったら売り出してるから、絶対ですか、やっぱもう、ね、あれ、それでお前が構えてみて、本当に低めが消せるのかどうか、なるほど、検証してみる。検証したいっすね。一回生で何にもないやつでぶつかって、あるやつでぶつかって、ね、どこまで吸収、痛みが吸収できるのかみたいな検証、検証。